That's right. いつもグッドボタンやたくさんのコメントありがとうございます。最近はどうお過ごしでしょうか。福岡もだいぶちょっと夏っぽくなってきたって感じ。春服全然着らんかったな。ほとんどなんか春服家の中でしか着てない感じ。まあ別にいいか、今まだ夏じゃないしね。まあそんな感じでこちらは生きてまーす。さあ今日は博多弁講座やっていきたいと思いまーす。イエーイ。福岡の方言っていうのはこの場所だったりとか年齢とか年代とかそういうところによってちょっとずつ方言が違うっぽいけん、この博多弁講座はリナなりの博多弁をご案内をしたいと思ってまーす。まあどうしてもね、一概にね言えんかったりとかするけど、もうなんかいろいろあるみたいよ。多分付き合いよう友達とかなんかそういうのとかによって混ぜこぜになるんじゃないかよ、わからんけどね。さあ前回は福岡でしか使わん言葉とか疑問形でよく多く使われるよっていうとについて、難所ととかについてやってきたんやけど、今回は何をするかというと、ドゥ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 、今日はよく聞く言葉バリについて話したいと思います。さあ始まるよ。まあこれはね本当によく使うと思うっちゃけど、聞いたこともめっちゃあると思うけど、バリっていうのは標準語で言うめっちゃっていう意味ね。めちゃくちゃ、とても、超とかそういう感じ。ちょっと調べたらね、書いてあったことがあってからね、ある生徒が英語のベリーをね、ベリーあるやん、とてもっていうベリーをバリーって読み間違えてから広まったって言われているみたいな、なんか都市伝説的な、まあ、知らんけどなんかそういうのが書いてあった。それ本当か知らんけどね。まあそう言われてるらしいよ。でバリっていうのは結構福岡の人めっちゃ使うね。え、これ九州はどうっちゃろう。他の県は熊本とか佐賀とかどんな感じなんやろ。他の県の方言わからんけんさ、バリって福岡だけな、なんかみんな使ってないっけ。違う、バリっていうのは結構めっちゃ使う。博多ではさ、バリ嬉しかったったーい、バリムカつくっちゃけど、バリすかー、バリかわいいやんとか、もうかなり使うよねバリは。あれなは結構癖でね、めちゃくちゃじゃなくてむちゃくちゃっていう癖があるんだけど、めちゃくちゃ嬉しかったったーいとか、あけどめちゃくちゃ嬉しかったったーいって長いけん、バリ嬉しかったったーいって言うね。やっぱいざ考えたらいいよね。やっぱりなんかムカつく時とか、バリムカつくっちゃけど、バリバリムカつくっちゃけど、2回使う可能性もあるかもしれん。まあ、これはもう簡単やけん、めっちゃってみんなが言うめっちゃっていう、超ムカつくったーいとか、めっちゃムカつくったーいとか、なんでムカつくばっかり言おうかわからんけど自分で。けどそこのところを勝手にバリにしたら博多弁になるって感じ。まあ語尾もちょっと内容によってタイとかヤンとかちゃんとか、まあいろいろケースバイケースであるんちゃけど、頭にバリがつく。これは本当に簡単。さあそれではいつものリスニング講座、イエーイ。このリスニング講座はね、説明するとリナとわけわからんくなるけん、リスニングした方がわかりやすくなるじゃないっていう、突如ひらめいたリナ城博多弁講座の中に入れたものです。今日はバリを使って一緒に言ってみましょう。それでは、バリ嬉しかったったい。もうバリムカつくっちゃけど、バリっか、それバリかわいいやん、バリおいしい、バリおまっ
な感じ。とりあえず頭にバリをつけるだけで OK。 バリお腹すいたはめっちゃ使う。あーバリお腹すいた、お寿司食べたい、お寿司食べたいな、お寿司食べたくなってきた、バリお腹すいたって言った。あー食べたいなお寿司。あ、なんかこれも使うや。ごめん、バリバタバタしとったじゃん。なんか早口言葉みたい。バリ忙しかったってこと。バタバタとか誰でも使うけどさ。バリバタバタしとったって、ごめん連絡遅くなって、みたいな感じで使ったりとかもします。なんでもバリ。なんでもバリ。これバリは簡単やね、めっちゃね。バリは簡単やけん、もう一つ。今日は、言葉をピックアップ。最近ピックアップっていう言葉がカッコつけとっちゃうねな。ピックアップすると、これはね、めっちゃ使うよ、福岡の人。あーねってやつ。あーねってこれはね、みんな方言って知らんかった。あーねは。あーねって全国共通かと思っとったけど、それか流行語と思いよった、リナ。普通に小学校とか中学校の時って、あーねって流行語って思いよった。チョベリバー的な。ちょっとちょべりは古いかもしれんけど。あーねっていうのは、そうなんだね。ん？そうなんだねかな。標準語で言う。あーなるほどね。とか、あー確かにね。とか、へーとか、ふーんとか。そういうのを全部まとめて、一気にまとめて、福岡県民は、あーねっていう。これ口癖ために結構言っちゃない？あーねって。例えば、ねえねえ、今日さ、時間ある？カフェ行かん？ごめん、今日予定があるじゃん。あーね？みたいな。そう、このあーねも怖いけど。あーね、わかった。みたいな。これ食べる？あー、ごめん、野菜食べれんじゃん。あーね？なんでもあーね。なんでもマジであーね。じゃあみんな、一緒に、レッツチャレンジ！あーね？あーね。まあ、これは本当に使うけん。今日の博多弁講座もめちゃくちゃ簡単やったかもしれんけど、一個ずつバラしてからやっていこうと思うようで、今後も博多弁講座は続くけん。みんなもね、あ、これ博多弁体とかさ、思うこととかもあるし、説明するの下手くそやけん、なんかわけわからんくなるなっていう時とかもあるけど、できたいと思うけん。みんな、よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。ということで、今日の博多弁講座は、頭に、バリ、バリ美味しかったじゃん。バリ嬉しかったったい。バリムカ作ったけど、あーバリお腹すいたとか、めちゃくちゃとてもっていう意味のバリ。そして福岡県民がよーく使うあーね、なんでもかんでもあーね、とりあえずねあーねよ。今日はこの2つをお勉強いたしました。また次の講座もやっていきたいと思いますので、またお会いしましょう。バイバーイ。りなじょーでした。福岡大好き博多大好き。